Hi everyone Naomi 皆さんこんこにちはなおみです今日はこの間行われた2020年のアメリカ大統領選討論会からアメリカのメディアの注目を最も集めた英語のやりとりをいくつかご紹介して日本語で軽く説明をしようと思います2020年のアメリカ大統領選トランプ大統領とバイデン副大統領の戦いで今まさに揺れるアメリカなのですが10月初旬に行われたこのアメリカの大統領の討論会について アメリカ史上見たことのないくらい最悪とメディアや人々から言われるほどの討論ではなくお互いがこう相手を攻撃し合うというかこう侮辱し合うという場面が目立つ討論会が行われました討論中トランプ大統領がもうとにかくバイデン副大統領の話をこう遮るものだから2人同時に話しちゃってもう何を2人とも言ってるのかわからないシーンが目立ちました アメリカのとある人気番組では今回の討論会は大統領選の討論会ではなくてアメリカのデニーズの他のブースから聞こえてくるこう,うるさい喧嘩のようだったと言っていて本当にまさにその通りだなと思いました。 聞いたところによるとトランプ大統領は128回バイデン副大統領とあとモデレーターの方が話している最中に会話を遮ったと言われていてもうバイデン氏も負けずとお互いにこう同時に話し続けてモデレーターの方も何度も2人の間に入るというシーンが多く見られましたこんな討論会だったのですが今日はアメリカのメディアの間で最も注目を集めた討論会の中のいくつかのこう両方の英語のスピーチというか、まあ、英語のやり取りを。 軽軽くくご紹介してそれを日本語で軽く説明したいいと思います今日ご紹介する討論会のビデオはアメリカの NBC というテレビ局がまとめたものを取り上げてみましたまずはその中からシーンごとに実際の討論で交わされている英語を聞いていただき解説したいと思います で、私も同時に、ここ、カメラの後ろにあるテレビで、その様子を見たいと思います。一つ注意事項として、今日の内容は討論のほんの一部で。あくまでも、アメリカのメディアが注目した、二人のやり取りから、選んだものをいくつかご紹介しています。I wanna make sure. I wanna make sure. I a n n a make sure. まずはバイデン副大統領が何かについて話していて、I want to make sure というのはこう、しっかりと確認をしたい、この場合はこのクリップの前に話していたことについて、ちゃんとそうなるようにしたいという意味です。 この前の部分の討論の内容は今はちょっと触れずに英語のこの英語の部分にフォーカスを当てていこうと思いますそこでトランプ大統領が急に He graduated last in class not first in class と言ってバイデン副大統領は学年でビリッケで大学を卒業した1番では卒業していないと言っていますこの前に多分バイデン氏が自分はこうクラスのトップで卒業したみたいな内容を多分言ったんでしょうねそこについてトランプ大統領が シャチャを入れています英語で学年で一番の成績で卒業することを graduate first in class と言ってよくこのような人は卒業式でスピーチをする場合が多いです逆に学年で一番成績が悪く卒業する場合は graduate last in class と言ってこの場合の真相は分かりませんがトランプ大統領はこう言いがかりをつけてバイデン氏の話している内容を阻止していますそこで討論進行役のモデレーターモデレーター 英語では討論などの司会者とか進行役を moderator というんですけれどもこのモデレーターが Mr.President, can you let him finish? と言っています Mr.President はアメリカでは大統領に対してこう話しかける時はみんなよく Mr.President と敬意を払う気持ちも込めて言います Can you let him finish? はバイデン副大統領が話中にもかかわらずあまりにもトランプ大統領がこう話し始めるので トランプさんバイデンさんに最後まで話をさせてあげてくれますかという形でモデレーターがトランプ大統領にお願いをしていますそこでバイデン副大統領はと即座に皮肉いっぱいで返しましたモデレーターがトランプ大統領にバイデン副大統領に話をさせてあげてくださいとお願いしたことをバイデン氏が彼はトランプ氏は 人に話すチャンスを与えるということを知りませんと皮肉をいっぱい込めて言っていますこの場合は how that to do that? そのやり方を he doesn't know 彼は知りませんとシンプルに言い返していますそこでトランプ大統領は You will be surprised.You will be surprised. びっくりするよ。びっくりするよと言っていますこの場合はバイデン副大統領の言ったことに対してそんなことはない 君は、バイデン氏は、びっくりするよ。びっくりするよ。と言っていて、英語では、あなたはこのことを知ってびっくりするよというときは、このように、You will be surprised.You will be surprised と言います。そしてこの会話の最後、バイデン氏が、You picked the wrong guy at the wrong night at the wrong time と言って、トランプ大統領のことを見て、このような時ときと 夜にはふさわしくない人だと言い張っています。at the wrong 何々、at the wrong time というのはとてもよく使われる表現で、例えば一番使われるのは at the wrong place, at the wrong time と言ってたまたまその場所にいたことによって悪いことに見舞われたり事故に巻き込まれたりした場合は at the wrong place 間違った場所に at the wrong time 間違った時にいた などと言って使われます。この討論の場合に、バイデン副大統領が言おうとしているのは、トランプ大統領は人の話を遮りまくって、相手に話をさせないので、このような討論会の場所には、トランプ大統領は場違いだということを主張しています。それでは、次のアメリカのメディアやアメリカ全土が注目したシーンに行きましょう。 Either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word "smart" with me. Don't ever use that word. Did you use the word "smart? You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word "smart" with me. Don't ever use that word. 先ほどお話をしたバイデン副大統領の大学時代の成績について事実はわかりませんがトランプ大統領は再度触れています Did you, use the word smart? Did you use the word smart? というのは頭がいいという言葉をまさか今使ったという言葉でその後に You graduated either the lowest or almost the lowest in your class 先ほどトランプ大統領が使った学年最下位で卒業するという意味の Graduate last in class この場合も the lowest 最低か almost lowest 最低に近い成績で卒業したと言い張っていますそしてバイデン大統領に対してだから自分がバイデン大統領がスマートだという言葉は私に対して絶対に使わないでくれというふうに言い切っています Don't ever 何々でかなり強い口調で何々を決してするなという意味となります例えば決してあれを触るなという場合などは Don't ever touch that. Don't ever touch that. などと言います。この場合は、ever use the word smart with me. 私に君がスマートだという言葉を一切使うなと言っています。それでは次の注目されたシーンに行きましょう。 では一人が同時に話をがすぎて何を話しているのかよくわからないのです。けれども皆さんに話したかった場面はバイデン氏が言ったこの言葉 Will you shut up man? 先ほども言ったように、アメリカの大統領に話しかけるときは、Mr. President などと言ってこう敬意を払います。討論中,のな,ど討論中などの場合は、毎回そうとは限らなくて、対等にこう話し合う姿勢で名前で呼び合ったりすることもありますが、それを超えて、バイデン副大統領はトランプ大統領のチャ,チャ入れにこう疲れて、お前黙れと言わんばかりの言い方をしてしまっています。英語では、Will you shut up? は黙ってくれない という誰かにこう黙ってほしいときに言うとても強い言い方となりますもっと強い言い方は「will you?」などをつけずに「Sh up. shut up」「shut up」「shut up」というと「黙れ」という意味となります「will you shut up, man? ちょっと黙ってくれるこの場合の「man」は男性を意味する「あなた」という意味です大統領相手にこの言い方をするとかなり失礼があるのでもうアメリカ中が結構この言葉がバイデン氏から出たことに衝撃を受けました それほど今回の討論会はお互いに言い争いだらけでした。もう少し丁寧な言い方は、Will you be quiet? と言って、Shut up! のように黙れという言葉の代わりに、quiet! という静かにしてという意味の言葉を使います。Will you be quiet? とか、Would you be quiet? と言えます。さあ、次のシーンに進みましょう。 バイデン副大統領がクラウンピエロと言ってしまいでトランプ大統領が自分が話しているのに何回も遮るからイラついて、もうその波に乗ってしまったという形です。 これはモデレーターがバイデン副大統領が話す番なのに話し続けるトランプ大統領を止めて Mr. President, please stop. Please stop. もう大統領をやめてくださいと言っています。そしてこのモデレーターはバイデン氏に向けて I'm listening to you. あなたのことを私は聞いていますと言っています。I'm listening to you. I am listening to you. I'm listening to you. I そしてトランプ大統領が忠告を無視して話し続けるのに対してモデレーターは Wait a minute, wait a minuteWait a minute というのは誰かに対してこうちょっと待ってという場合に使いますその他にも自分がこう誰かとの会話中に一瞬ちょっとあれなんだっけっていう時ってありますよねそのような独り言を言うような場合も Wait a minute などと使います例えばあれ私何言おうとしてたんだっけという場合は Wait a minute, what was I saying などと使います この場合はトランプ大統領に対してこうちょっと待ってくださいと言っています。もう少し丁寧にこれを言う場合は Will you wait a minute? とか Can you wait a minute? などと言います。そして極めつけはこのシーン最後の言葉バイデン氏の Well, it's hard to get any word in with this clown.Excuse me.Get a word in with 誰々で 誰々と話をする機会を得るとか、この場合は会話に入り込む、割り込むという意味があります。そしてこの場合は割り込むことが難しいというふうに否定的な文なので、get a word in のあの代わりに any という単語を使います。It is hard to get any word in. It is hard to get any word in. どんな言葉を入れるのも難しいという意味となります。今回の討論で注目されたのがこの言葉。With this clown. クラウンはピエロという意味でこの場合のピエロというのはバカげた人とかサーカスのピエロのようなバカげた人失礼な人というニュアンスで使われていますこの言葉にアメリカ中が一瞬ヒヤッとしました状況が状況でしたが大統領に対して公の討論の場でこの言葉が出ることは初めてだったと思いますそしてクラウンクラウンというとこう冠のクラウンを連想する方もいるかもしれないんですけれども クラウン、ピアロの場合は CLOWN というスペルで、クラウン、カムリの場合は CROWN で、クラウン、カムリという意味になります。それでは次に全米が注目したシーン。 How many of you were in a situation where you lost your mom or dad and you couldn't even speak to them? You had a nurse holding a phone up so you could, in fact, say goodbye. You would have lost father and you folks at home, how many of you got up this morning and had an empty chair at the kitchen table because someone died of COVID? You folks at home というのはお家にいる皆さんというふうに視聴者にこう身近な感覚で語りかけるために使われている言葉ですそして How many of you were in a situation といって How many of you というのは数人以上の人たちにあなたたちの中でどれくらいの人が何人がというふうに聞くときに使います家族でコロナウイルスで亡くなった人がいるため今朝起きて 朝食のキッチンのテーブルに空席がある状況と言っています。died of COVID と言っていますが、死亡するという場合は die of 何々と die from 何々の言い方があるのですが die of 何々で直接的な病気などの原因の場合に何々の部分に病名などを入れます。例えば died of COVID-19 とか died of cancer と言います。COVID というのはアメリカでコロナウイルスのことを表すときに使いますそしてこの後にバイデン氏は How many of you were in a situation Where you lost your mom or dad And you couldn't even speak to them You had a nurse holding a phone up So you could in fact say goodbye ここでバイデン氏が言ってるのはもう一度先ほどご紹介した表現を使って How many of you were in a situation How many of you あなたたちの中で何人が Were in a situation この状況にありましたかどのような状況かというとお父さんやお母さんが亡くなってしまって最後に面会もできずに話すこともできずに看護師ささんにに電話をを持っっってててもららよな言言いいいまましたかとううふうに言っていますそこでこのシーンの最後トランプ大統領が「You would have lost far more people!You would have lost far more people!」とまたちゃちゃを入れています。 Mr. President, your campaign agreed that both sides would get two minute answers uninterrupted. Well, your side agreed to it, and why don't you observe what your campaign agreed to as a ground rule, okay, sir? He never keeps his word. Mr. President, your campaign agreed both sides would get two minute answers uninterrupted. と言っています。意味は、あなたのキャンペーンは both sides 両方がお互いに2分間回答する時間を uninterrupted 途切れずに遮ることなく与えることに動揺しましたよねと言っています。そして、why don't you observe what your campaign agreed as a ground rule?Okay, sir? と言っています。 とといいうううのは何々したらどでですすかという意味ですこの場合、モデレーターから大統領に対して使われるのはもう指示を出すくらいの強いレベルです。そして何をするように指示をしているのかというと what your campaign agreed as a ground この場合のキャンペーンは選挙活動のグループという意味で使われています。そして両方のキャンペーンが ground rule 最低のルール、グラウンドというのは地面という意味なので、一番ベーシックなルールとして、両方のキャンペーンが同意したことを Observe、よく見るとか、観察してはどうですかと言っています。なので、こうちょっと引っ込んで、ちゃんと両方で同意をしたルールに基づいて、相手に話させたらどうですかと言っています。Why don't you observe what your campaign agreed as a ground rule? そしてそこですぐにバイデン氏が He never keeps his words と言って大統領のことを指して彼は自分の言葉を守らないと言っています Keep one's word は直訳で言ったこと言葉をキープする約束を守るという意味となります約束というと Promise という言葉が思いつくかもしれないのですがもちろん約束を守るという場合は Keep one's promise でも OK ですしかし約束というより言ったことを守る 守らないという場合はこの keep keep her his words と her words ととかいう表現がよく使われますこのように今回の討論で注目されたのは2人が今後のこう政策などについて語ったことではなくて2人のこのような今までにないやり取りがたくさんメディアでは取り上げられています。 ほんの少しでしたが今回のアメリカ大統領選挙討論会で注目されたいくつかのシーンからの英語をご紹介しました少しでも今回ご紹介した内容で発見があった場合は「ライク」ボタンを押していただけると嬉しいです今後もこのようなアメリカそして英語習得に関して役立つ情報や知識そしてたまには皆さんを外に連れ出してアメリカを感じていただけるような動画を配信していますのでもしよろしければチャンネル登録をどうぞよろしくお願いしますそれでは皆さん Thank you so much for watching my video I will see you next time. Have a good one. Bye.